お邪魔します。よろしくお願いします。お疲れ様です。最後の説明してまかないとかしてくださってる場所です。よろしくお願いします。
から車が来てるだろうと伝えて、あれ今見たのはちっちゃいですけど、あれが冷たいと書いてあったとか、あなんか厚みが34ミリぐらいな、あこっち来てみたけど、ちょっと食べたので、行ってみようぜみたいな、そうそう経験が浅いと、うん、最初に巻いて楽して上がろうっていうベテランと、行けるとこまで行けるみたいなって考えるのじゃ全部に一応全部入れてたのに急所に言われてもね、物がないし体験したことないから分かりませんね。そうですね、急所の場合はもうあれじゃん、普通の路面用のモーターグレーダーで、塗装用のやつで、除雪グレーダー自体が阿蘇に1台しかないんですよ。ゴミ用とか除雪回避用されただけで、もともとは土木用に、はい、いやもう、もう、手の横にあるんですよ。これはもう、除雪とか重みだけですよ、ね、はい、このものだけで、うん、だからもう路面に、あとこの、うん、ソリっていうのがついてるんですけど、はい、それ、まあ、スキーと同じ量ですね。あ、それでこの路面を走ってるっていう、これがもう時間ついちゃう、入れて、はい、で、沈む式を待ってます。風が強いんで、ね、その流状のやつがこう、それでなんか損傷したやつがなくなるっていうのがあったんで、それで沈む式で、あの、そのまま定着させるみたいな、こうしてるみたいなやつなんですけど、お金がかかるとかそういうのがあなくなる。それはもう、やっぱり用意してください。作ったやつっていう
あそうなんだ。このところで何だいたい外で一度ぐらいそれを分かるタンクで一度分かるでっかいタンクがあってそこねそうですか。あのやっぱ強いあ、これは塩じゃないんですか。これ塩化だから。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日国土交通省の、研修ということで平野さんと樋口、さんが来てますので朝の新までよろしくお願いします。よろしくお願いします。で明日の作業なんですけども、一応一般排泄作業を予定したんですけども、また骨折があるということで、一般除雪あとはつらら散布と、行いたいと思います。皆さんから何か連絡報告がありますか。ない。ない。なければ終わりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。安いな。はい。ここコナン。コナン。叩けるから。はい。あとはこれ。叩けるから。やられてもね。もしかこれをつけておいても。はい。よく寝た。早く寝たもんがちでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、入ってThank you.
ほら、ガヤだ、これよ。打台危険箇所の、判定方法、それから、我々もやってますが、打台の実際起きた打台の処理と対策ということで、まあ、発生を抑える処理と、その発生したものを被害が及びます、及ばさないような対策を説明したいと思います。説評学会ですけども、打台の私ども昔に見れば、底流れとかそういうふうな表現しますけど、全部の雪が低いところ、宇宙の方が転送になる。
が好きな絵になりますけどね。うん、八国。なんか本題ですけども、これはまあ今の時期はあまり見られないんですけども、あのね、発生前奏なので、あの地表面から雪の上層部、まあ、今、湯沢地区の水俣地区で約2メーターの雪が積もり、まあ、とか勾配とか、まあ、地形状況、まず地形状況ですね、植生状況、それから斜面の方に、まあ、斜面の方というのは、北向きの斜面と南向きの斜面では列車とか、まあ、車の相方が絶対違いますので、そういうものを見たいと思います。気象条件、地域の、これまでの積雪の傘、それから、雪自体はお互いにくっつき合おうと、まあ、支え合って、斜面にくっついてるんですけども、それが何らかの要因、振動衝撃、まあ、雪庇、骨の雪の張り出しとか、樹木の関節の落雪とか、まあ、地震とかもありますし、やっぱり人間が歩いていて雪庇の上で切れる場合もあります。そういう衝撃が要因となって雪崩が発生する場合があります。例えばこの範囲であれば雪が降ってきてもその積もらないでスラップ状に、まあ、雪がいつでも滑り落ちるようなことでこの角度があります。まあ60度以上の傾斜面ではあまり発生は見られないと思います。それからその地形の形ですね、地形の形っていうのは今の、一般的に言えば雪崩が起きやすいのはこういう四角とか下が狭まっているのであればやっぱり上から力がかかってもなかなか抜けないというのが実際のところです。なんですけども、まあ、前後にどうしても雪庇ができます。これが大きく張り出して、まあ、この次に写真があるんです。今降ってる雪っていうのがエステって、まあ、新雪です。しかし人間と同じで日々降ったり止んだり降ったり止んだり、何か質問があれば困るのか、質問があれば道路というのはほとんどこの範囲に入ります。特に平地であれば、まあ、当然山が遠いので、まあ、ここから見ればあの山なんか地の地には入ってないと思います。ほとんどこの道路というのはもう山なんです。こうやって見るような山しかほとんどない。まあ、体調が悪い方、それから寒いと思います。寒いんでね、まず防寒帯だと。それと途中途中枝というかそれとか出てますんで、皆さんちょっと感覚を取ってもらって、前の方がその枝が跳ねて、まあ、耳が非常に冷たくなりますよ。ちょっとそれの分も、まあ、ちょっとフードとかそういうものが多いと思うんで、まあ、寒さ対策ですね。じゃあ大きいやつ、ちょうどそうするとすぐ緩んで抜けてしまうんだよ。それで斜面と違うとは枝っぽみがありますんで、ちょっと感覚を取るようにじゃあ行ってもらいたいと思います。してるんで
新設が明らかに落ちたぐらいのようであれば機械でも使えて胴体とかでやられてます。今はもう一応右左つになってるんで、そういう風にある行きよ。どうでしょう、開けてください。一応右左つになってますんで、みんなバラバラになってまあ、雪の層を見ることによって、いわゆる断面をこうやって掘ることによって雪の層が見えます。でこの層っていうのは根雪、いわゆるここの雪が積もってからの全部の、いわゆる一回取れば、いわゆるこれはもうどん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 と下の層が積もった雪っていうのは積もった時点から溶けていく方向にあるわけですから、この先の雪の変化っていうのは予測可能です。で太陽に向かって掘るっていうのが鉄則です。で掘る前に必ず周辺の状況を見ていただきたいっていうのは、木の近くだとか建物の近く、あとは吹き溜まりができているような窪地っていうのは、いわゆる積雪の平均的な状況を表しません。なのでこういうふうにちょっと開けた、こういうものを使って事前にこう刺して、地形にいわゆる変な構造物が埋まってないのか、そういうのを見て、で抜き上げて水が入ってれば非常にこう濡れて泥がつきますので、その状況を見てで掘り込むというもので、まあ私たち監督ずっとやってますので、掘るポイントっていうか地点が決まってます。でどん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 掘り込んでいって何回も何回もやるということをやります。バーナーで表面を炙ります。バーナーで炙って強制的にいわゆる溶かすんですね。で溶かして水、色の染み込みを見るというもので、どうでしょう、いわゆるスコップの傷じゃなく、だん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 目が慣れてきてるんじゃなくて、だんだん見てると見えてくるようになるんですけども、まだ残ってます。で、その新雪がだん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 溶けて、いわゆるその結晶の形が丸みを帯びてきます。いわゆる張り出していた、こういうふうに張り出していた結晶のところがキューッと丸みを帯びて、いわゆる雪質でいえば最後の状態。で、これから春に向かって、どん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 気温が上がると、このザラメ雪が全層にわたって、卓越していくという状態です。もし測って温度計が、0度以外を指していたら、それは温度の補正値です。でその分をマイナス 0.3 度とか出た場合はプラス 0.3 度してあげないと、いわゆる温度計が狂っている。で一般的に売ってる温度計って0度をぴったし指すっていうものはほとんどないです。必ず補正をしてあげなくちゃいけないです。なので、こういうふうに濡れているような状態のところに刺すと、まあ今、だいぶこれ、表面の。まあ 2.0 と。
いわゆるこれ乾いてるんですよね。水分を含んでいないという状態で。なんでこういうふうにどのぐらい温度が違うか。で意外に低いとこの方が温度が低くなる。ってことは雪って密度がまあ実は空気なんです。空気だからその時の降雪、今こうやって降ってますよね。その時の空気を含んでいますので、温度が、保存されます。その空気の温度が保存されます。なので非常に寒い時に降った雪がここにあるっていうのがこうやって温度を測っていくと分かるんです。なのでここがマイナスで、逆に上の方にこういう、ところにプラスの、プラスじゃない、0度の濡れた雪があるとなると、いわゆるここに温度勾配が生まれる。もろい、バリパ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 リってする。そういうのが雪の層の中に雪が降った後にできてしまう。そうするといわゆる層の中間に弱い層ができますので、氷層なだれの危険性が非常に高くなります。これを霜ざらめ、星もざらめという雪質で呼ばれています。でそういう層があるかないかっていうのは、実際はこういう断面観測プラスいわゆる弱層テストというものをしないと判別がつきません。こういう層の中にいわゆる霜が出るっていうのは3センチも4センチも出るわけじゃありません。薄い時は数ミリです。1ミリ2ミリの層がピューって入ると、そうすると2ミリの層が滑ることによって、いわゆる破断することによって氷層なだれが出ます。なのでそういう層を見つけるには、こうやって断面を切るだけではなく、温度を測るだけではなく、弱層テストを必ずしなくていいというものがあります。でこうやって今、温度を測った時の、強さが出る。でプッシュもプルもっていうことで、引くのも押すのも切り替えでできます。でいわゆるこうやって雪の硬さを数値化するんですね。どんどんどんと入れてみてください。だいたい胸の前ぐらいになると硬さが一気に違います。表します。でそれをグーでも入らなくていい。こうやって4本指が入る。これ 4F です。で4本指で入らなくなって1本指なら入るというところ 1F というふうにします。で1本指でも入らなくて、いわゆるペンとかそういうものでしか入らないということを P っていう記号で表します。硬いですよね。でちょっと注目していただきたいのは、こういう風にポンポンしてる。なんで実は下にあるから全部が硬いってことはないんです。いわゆる柔らかい層がちょっとした気持ちいいのは、日が当たったりとか気温が上がった時の空気が残ってる。軽く入ってる。ちょっとこれ俺がわざわざこうやってるから、何ですか、ですか、これがそうなんですか。なるほど。引き数違うんですよ、絶対ね。俺がこうで、わざわざこうやって、まあ、衝撃を与えてるんですよ。まあ、これがメモリなんで、回してどんどんやってみてください。じゃあ終わった方、これの方が終わった方、これプッシュプルゲージで体験を、だいたい例えば指1本のところはどのぐらいだな、ゼロ押してもらえば戻りますんで、何回か立ってもらって、柔らかいとこだ
買ったところと、このとこでも取れます。はい、取れます、取れます。やれるっていうのは、こうやって道路から近ければいいんですけど、基本的に山なんですよ。糸も取れとか、こういうデジタル機器は液晶が映らなくなるってこともあります。マイナス20度とか30度の電気ってほとんどだ、ね、動かなくなることもありますので、こうやって今出てる方が何しばらくの割合で全体の中で、まあ、温度計も出てるんですよね、硬さですね。それによってその機能の優先性しばらくの割合があるとそれが優先性になってます、うん、そのまあ混合割合この中に、これ本当普通に売ってる水筒です。水筒に温度計挿してあります。で、お湯を入れて、まずはこのお湯の温度と容器の重さ測ります。で、次に0度の温度はもう必ず濡れてるんで0度です。で、このぐらいなんですけども、雪を取ってもらってこの中に入れます。で、お湯ですので温度下がりますよね。で、水が1度温度上がる温度、1度水温度を上げる熱量と、いわゆる氷を溶かす熱量、差があります。なので氷分、熱の低下が大きく起きます。で、それを熱量計算によって、氷がどのぐらい含まれてたかっていうのは、重さに割合で出すことができます。なんで機械的には本当に温度計と水筒と測りです。それがあれば、いわゆる雪の含水率っていうのが取れます。歩いた後じゃないところちょっと歩いてもらって、追い込んでみよう。離れてもらって、目の前にだいたい40センチぐらいの円柱を掘りますので、動くのかな。あれですか。じゃあちょっと入ってる。私が撮ってるかな。あ、そのぐらいでいいですか。いいですか。で、ジャクソーテストの中で、これハンドテストと言います。使うものは手です。手だけ。他のスコップとか、例えばさっきのプッシュプルゲージじゃないですけども、測定機器とか何もいりません。手だけでできます。で、だいたい40センチって、5、60センチって言われるんですけども、自分がこうやる、抱えられる円柱を掘ります。目の前にこうやって円柱を掘ってみてください。
で、掘る深さは肩まで、だいたい70センチって言われる。手が届く範囲ですね。数値で言うと、なんか細かくなるんですけども、抱えられて手が届く範囲の円柱を掘ってください。手届きますか？奥の方も下まで。はい、奥の方も下まで。なかなか奥の方ね、奥の方と届かなくなります。冷たい気がしてきた。温泉がちょっとね、あの手袋の間とかから入って冷たいんですけども、しっかりあの もともと掘る気になればしっかりこうやって防寒しますので、ほとんど冷たいことになります。で、まあこうやってあの平場でやっててもあるんですけども、実際はちょっと斜面でやります。で、斜面、自分が立ち入る斜面、例えばこれから、こうやって何か作業して入らなくちゃいけない、そういう時にこの斜面のところで必ずやってほしいです。で、斜面でこうやって円柱を掘ってる、いわゆる斜面の雪にこういうふうに円柱を掘ってる最中にもうパカッて崩れることがあります。引っ張らなくても剥がれることがあります。こういう状態の時って非常に危険です。まあ、もちろん何もしないでこうやって見てて、その辺がもうパカッて剥がれてるような状態っていうのは、もうその見えるようなところに、下までこう下げていたら、ペコってポキッと折れるような、40センチぐらいのところで取れるんじゃない？綺麗に取れると思います。これがいわゆる弱層です。ほら今、岩崎の方で持ってますけども、そういう風に面ができてますよね。これ持ったらで切れるよ。よいしょ。ボロボロの上から40センチぐらいですね。1センチも2センチもあるわけね。はい、こういうような状態になってます。はい、そうですね。で、まだまだこれは強い状態ですけども、大きな衝撃があれば、いわゆるこの面で斜面の雪が崩れますということです。でも雪って実はこのぐらいの弱層って常にあるんですよ。ことではないですね。もし自分が埋まってたら、埋まってゾンデ持って埋まったら、そのゾンデ使いませんので、誰かに助けてもらうしかないんですよ。で、自然の山の中っていうのは物持っててもいわゆる雪崩って予防できないんですよね。で、まあ、例えばこの杉林っていうのは、その木の向こう、家の向こうって杉林開いてますよね。で、そこは実は雪崩来る危険性があるんです。で、毎年そこには雪の壁、あの包みですね、設定を、3段とかついてます。春先になると計画的についてるようなところです。なんでそういうふうに植生の状況を見たり、山の状況を見たりして、もう絶対ここ雪崩危なくないなっていうところで、なんか休憩もできない、でも非常に難しい話ではないと思います。こう触って切れるところがあるかどうかっていうところですね。これあんまり忘れないと思うんで、ぜひ覚えておいて、何かの機会にぜひ使って、雪山に行くとき、ちょっとスキーに行くときとか、遊びでいいんでやってみてください。数やればやるほど、それが経験値として上がります。優勝しそうだな。今の中のフィールドトレックで、まあ、いろいろありますけど、あれですよ、やっぱり本当の人たちにはからない登山者もいろいろいますので、今、どうしてもね、また歩き方が足をそんなことを思ったんですけど、ちょっと歩いて届けなければ、ちゃんと見てるっていう。初めはこれだけ沈んでなくて、やばい。
かない方がいいですよね。いやこれ見えるからな。池の中入るのルールだから、ちょっと外気で風とか、うん、でも持ちそっちやよ。みんな、もういいやいや、絶対やってた。どうしようですか。まあこれ雪やカレンダーがまだこれだけ持って動けないんですけども、もしかして水を含むのがあればなかなか動けないですよ。本当はだから止まるとギュッと押し倒されないで、この中に電池の充電もいいやと思って、ちょっと使って。
して、これはアナログ式で、自分でいわゆる切り替えがあるんですね。50メーター、30メーター、10メーター、2メーター。今ちょっと動いてるね、音が聞こえなくなってるんですけども、今最新のやつはデジタル式です。距離が近くなると電波の出力や音の出力を変えて、何もしないでそうやってこの熟練、この方向が出るんですけども、この方向に向かって進んでいけば発見ができるんです。で、だんだん行くと音が、いわゆる点滅が速くて音の量が大きくなるんです。で、これはね、ピーチが速くなって3本出してそしたらこれをさらに距離を30m でまたこういうふうにこっちなのかこっちなのかこういうふうにでこっち方向で2つレベルが出るんでこっちじゃなくてこっちの方向にいわゆる約 30m の距離こうやって近づいてで、こうやって感触がさせて今のやつは一番強かったところをマーキングしてくれるようになってすごい素材的にこう倒すんだスマートフォンを使ってまあ、今ちょっとあれが正面から見れば逆三角形なんですけども、まあ、今一番駐車しやすいところに向けますので斜めからしか見えないんですけどまた投光器、まあ、非常時先ほども言いましたように流れがそっくり全部落ちてくれれば、まあ、流れの発生は西発生のそれはないんですけども、まあ、個人的に山全体見ろって言うのも全部山なんで、あれなんですけど、やっぱりあるポイントを絞らないと監視できないので、そういうものを見て、そういうものを発見したらなって。
回開いて飛ばして避難をする。避難をして状況をしっかり確認して安全が落ちてきたので、安全なのが危険なのかな。皆さん、車の中で何か相対的に質問があればちょっとお願いします。あの話の中にあったように、雪崩って、まあ、雪がただ単純に落ちるだけなんで、そういう危険性はどこにも角度をつけてイメージしてもらえれば、雪が滑る可能性は大きくなることは分かってくれたと思いますので、じゃあ時間もこれで入れると思います。お願いします。本当ありがとうございました。ありがとうございました。